皆様こんにちは。オカリナ製作大学第1回目の授業はいかがでしたか？こちらの動画では型に粘土を詰めて中をくり抜いてヘラを埋め込むまでの作業を復習していきたいと思います。粘土は中に空気が残らないようによく練ってから作業を始めます。型に密着する部分はこのようにひびが入っているときれいに仕上がりません。なのでできるだけ表面はきれいに整えておきます。ぐっと体重をかけてしっかりと詰めていきましょう。糸を使って余分な粘土を取り除いていきます。次にヘラを使って型と粘土の高さを揃えていきます。ヘラは内側から外側に向かって動かすとやりやすいです。反対側も同じようにやっていきます。続いて空洞部分のデザインを描いていきます。デザインを描くときは壁の厚みが全体に均等になるように描いていきます。反対側も同じように描いていきます。できるだけ左右で同じような形になるように描いていきましょう。粘土を抜く量は片側で 77g です。歌口を中心に半分に分けた時に左右で抜く量が同じになるようにします。半分に分ける時にはこの部分のバランスを見ながら分けるとやりやすいです。私は最初慣れるまでは 77g の半分 38.5g ずつ抜いていました。全体の壁の厚みが均等になるように抜いていくといいと思います。粘土を抜き終えたら抜いた跡が残らないようにきれいに整えていきます。反対側も同じように抜いていきます。続いてヘラを埋め込む作業です。ヘラは上下どちらを上にするか自分で決めておくといいと思います。ヘラを置いていきます。ヘラの先端が歌口の中心に来るように置きます。左右のバランスはこの部分を見ながら取っていくといいです。まっすぐに置けたら印をつけていきます。歌口部分にポンスで穴を開けます。ここで穴を開ける理由は空洞を削った時の高さを目視しやすくするためです。空洞を削っていきます。削った面がボコボコにならないように何度も練習していきましょう。ある程度削ったらヘラを置き
ヘラの位置のバランスを確認します。ヘラは押さえてしっかり密着させます。ヘラの先端が歌口の中心に来ているか、そしてエッジの高さとヘラの高さがきちんと交わっているかを確認しましょう。こちらの模型を使い再度説明していきたいと思います。ここがエッジの先端です。空洞にヘラを置いた時にヘラの先端がエッジの先端と交わるようにします。今の段階ではまだエッジを作っていないので、ヘラの先端がエッジを作る部分の厚みの真ん中あたりに来るようにします。削った部分の表面はできるだけきれいに整えておきましょう。表面がきれいになったら再度しっかりとヘラを密着させます。続いて粘土で空洞を埋めていきます。この時もしっかりと粘土を押さえて隙間ができないようにしましょう。最後に濡れたスポンジなどで表面を整え、前半の作業は終了となります。後半の動画では指穴を開けてエッジを作って上下を合わせる作業をしていきたいと思います。最後までご視聴いただきありがとうございました。次回の授業も楽しく頑張りましょう。